はい、こんにちは、ショウです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、順位がね、ちょ、今、映し忘れちゃったんだけど、2172位とかで、やっとね、何日、1週間前ぐらいかな、なんか5桁で、だいぶね、沼ってたけど、なんか復活してきたね、ギリギリ。本ロムは蘇生に、このまま3桁までいければ、蘇生に成功ですね。で、これめんどくさいのが、レジエレキで、まあ、もろもろ考えて、バンギラスは絶対欲しい。でね、これ、ドヒドイデより神剣なんじゃないかな、持ってきたい。まあ、両方持ってっても全然いい。いや、でもエアームドいないと無理か。神剣考えると。だから、無動バンギが確定で、あと1みたいな感じかな。それだったらカバルドンに圧力かけれる神剣でもいいなぁ。ただ、砂プラスオノラゴン絡められるのだいぶきしょいぞ。どうしよっか。ザプドスを持ってく？いやぁ、ウツロイド。無道、剣、バンギで。で、ステロマコ、頑張って。そうすると、レジエリキのボルチェンでバンギいじめられることが制限できるから、その負け筋をケアできるはず。いやーなんかこういう、もうこういうレジエレキとかもさ、ボルジェンとトンボ返りでやってくる、攻めてくるサイクル、本当に困るな。ノラゴンから来るんだ。まあ、ステロマックチャンスではあるけど。ただ無動は疲弊させたくないから、最悪突っ込まれ、ここね、引くとは思うんだけど、引いてないから、こっちは引いて正解で、念のため裏に引いといてよかったね。ハチマキやめろよ。引いたからってこっちが。オッケー、スカーフ。スカーフかこれ。ハチマキだろ。まあでも光合成でいいな。誰出てくるかによるけど。え、ハチマキだよね、この火力。半分って。ああ、神剣筆記は全然いいかな。光合成見てるとはいえ、こっちの聖剣考えると、ここ、剣舞ちょっと悠長にならないかな。ああ、大魔はいいよ。全然。こっちも、神剣が唯一そういうポケモンだな。圧力かけて。こういう大魔誘発みたいな。だ受け駒にもうちょいやっぱ圧力ある駒入れた方がいいんかな。ダイマックスに対してさ、裏に引いてダイマックス不発に終わらせれる動き、信じらんないぐらい強いもんな。ダイナックル、はい。ああ、普通にまあまあ痛くて。たまあ、はい。で、聖剣がある。今のの1.5 倍入ることを考えると、50だからまあ75ぐらい入って、残りが50ぐらいになって、鉄壁。もう、盆のみ発動するから受かるか。ここ鉄壁でいいね。ナックルレンダー。45まで減る。これいけんのか？果たして。まあ、次の攻撃はおそらく余裕持って耐えれるけど、その後の聖剣がきついよな、正直。ここでプレス打っとくか。で、神剣の同速に勝って勝たないと。いやー結構きついなー。シンプルにナックル押されてるだけで。苦しくなってくね。で、ウオノラゴンいるから、神剣負けると負けだけど。あー、いいダメージ入る。ちょっと遅く勝ってお願い。最速まで S 振ってるのさ。これ今んとこ跳ねしててなんとかなってる話ないよね。
2段階上がっててナックルより強いからさすがに死んじゃうよな。まあ A 上がん S じゃないよね、臆病だったらさすがにさすがにって感じだったけど、ここ何をしてもさすがに落ちるよな。まあ同速は勝つけどさすがに何が何でもね、負けたけど、ノラゴンが無理だな。カミツルギ普通に浮かんねえな、どうしよう。あ、エレキから来るんだったらまだワンあるよ。これ相手甘えたでしょ。俺がレジエレキとかを見て万行この構築投げねえわけがねえだろうが。あのウオナロゴンハチマキだよね。ワンチャンあるんじゃない？なんか甘い手から入ってきた。え、ワン、本当にワン、え、強くない？え、なんでそんな強いのこいつ。マジか。ガチか。エレキボールってさ、素早さの差でダメージ決めるんだ。117入ってて、まあ、ここは守るしかないでしょ。え、エレキボールの、ちょっと使用調べていいっすか？エレキボールって、知らないんだけど。相手より素早さが高いほど威力が高くなる。1倍未満は40。2倍未満は60。3倍未満は80。4倍。4倍の開きがあんのか。レジエレキと、バンギラスの間に。いや、でも1、いや、2枚しときたいんだけど。さすがに無茶だよね。80ぐらいここで入って、龍舞して。守って。いけるかな？いやー、殴っといた方がいいんかな。いやー、もう一回待った方がいいと思うけど。で、エレキボールの威力下がってくから、そうだよね。オッケーオッケー。これで次のエレキボールダイマすれば耐えるでしょ？で、2枚してれば、なんとかなるんじゃないかな。なんとかなるんじゃないかな。2枚しててもレジエレキは絶対抜けないから仕方なくて。ただ相手だけ一方的にダイマ使ってるから、まあ、守っていいでしょ。で、これで次ダイマ切って、バンギで全部殺しに行こう。なんか相手の、相手、まあ多分ドヒドイデとかから入ると思ったか、ドヒドイデ裏に選出してると思ったんかな。ドヒドか何読みだろう。エレキわざわざ投げるんだから。まあでもサンダーいるにしても、あれか、ボルチェン上から打つかどうか決めれたりするからいいと思ったのか。まあ、アースでいいよね。神剣にさ、半分入んのって本当にハチマキだと思っていいよね。それだけ信じたいんだけど。ハチマキ、いやーでもスカーフだ、いや、わかんないなー。わかんないなー。いや、あ、待って、あれスカーフじゃない？容器す、いや、待って、これもう一回龍舞しなきゃダメだったかも。やらかした。3枚したら抜け。容器で、139の 1.5 倍でしょ？ 208。4枚は必要だったか。3パ24。やばい、3枚は最低でもしないと話になんなかったけど。まあ、ここ S 勝ってて大ロックするしかないから無理かー。オッケー、来た来た来た。やっぱハチマキかなんかか、なんかスカーフじゃない。いや、でも、ダメージ計算したらね、普通にハチマキじゃないダメージで、カミツルギにあんだけ入るんだよね。
先に打てるエラ神だから、それを忘れてたんだけど。じゃあなんとかなったわ。なんかあ、もういいよ、もう勝ったら、もう勝つならもう何でもいいからね、この際本当に終盤は特に。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。ナットレイがだるい。あー、まあザプドスは持ってきたいかな。ドヒドザプバンギとかになるけど、普通な選出をするんだったら、まあそれがいいか。ドヒドザプバンギでいいね。ザプから入ってドヒドバンギかな。まあ、鉄火具屋の方に注意するのと、カバルドンを3打でかもりたい。身代わりから入って、偉い人はホエールとかから入ってきそうだけど、暴風から入るか、砂暴風だからあんまり打ちたくないといえば打ちたくないけど、テテフか。これさ、基本的にはバンギじゃなくて、サンダーかドヒドが最後通る感じになると思うから、ムーンフォ打たれんのはめんどくさいけど、バンギ引きたいかな。な、バンギ持ってきた意味があんまなかったか？いや、さすがにムーンフォからは入らんやろ。メガネムーンフォがちょっときついけど、あー、壁なんだ。まあ、レクター押してくる分にはっていうか、カバルドンとか展開できそうなポケモンいいのに、こいつが展開役か。リュウマイ押す？いや、素直に6ブラでいいな。シンプルに削りに、あー、引くんだ。等倍で通るのはでかいけど、カバルドンは良くなくて、カバルドンははっきり言ってめちゃくちゃだるくて、ただまあ少しでも削るしかないか。ステロから入ってくるのやめろよ。あくびから打てよ。こっちここ引く場面なんだから。おっ、あー、まっ、あー、そうですか。じゃあサンダーここのターン引いときたかったけどな。カバルドンをさ、使ってこういうのをさ、どっち押すかみたいな弱いのにさ、僕がさ、カバルドン使うと。だからカバルドンに使われてもこういうの弱いから、カバルドン嫌いです。ボンノミかな？あ、ボンノミ。普通に地震か。しんどいな。バンギのヒットポイント保ってないとさすがに。ってかじゃあサン、もうお前じゃあサンダー引きどうしてんだよ、ガチでさ。普通あくび打つだろうがよ。いや、地震でバンギ削りに来てんの偉いけど。あくび。ドヒドイで寝かすのはあんまりやりたくないかな。壁は消える。まあ、地震打たれてもいいから一回ドヒド引きかな。あくび以外のタイミングでサンダー置きたいけど、僕がサンダー投げるタイミングには相手は絶対あくびしかしてこないんだよね。それがこのゲーム最悪なところで。いや、でもこれドヒドサンダーくるくるしてれば問題ないけどな。サンダー、お前は思ってないかもしんないけどな。厚底ブーツ履いてんだこっちはよ。あの、細い足にどうやって履いてんだか知らないけど、無理やり履かせたんだ、ブーツ。くくりつけて。これに、この足でブーツってもうなんか、病気でしょって感じだけど。オッケー。吠えてくるかな。
身代わり、いや、ケアしてくるかしてこないかはわかんないけど。身代わり押すか。まあ、暴風だった、あ、じゃあ吠えてたらまあ、文句言えばいいや。オッケー。で、これで相手引くか吠えるしかないから、ここで大ジェットかますわ。ここでまだあくび打ってきたらさすがに。わかってるよな。打つんじゃねえぞ、あくび。これでもさ、結局、読み合いっていうかさ、そのお互いがさ、相手が何をしてるかを考えて行動することになるから、しょうもないんだけど、それしかないからね、カバルドンの。じゃあ、カバルドンの対策枠を持ってくることは別に容易だし、受けループにカバルドン絶対出てくるから、カバルドンいたら、見たらそいつを絶対選出するってやれば基本的には刺さるから、いいんだけどさ、結局、あとの2体で他の5体は見れないからさ、カバルドン対策枠用意してもあんまり話にならないっていう、オッケー。うまくいったね。まあ、ジェット2回押して、餌あげとく方がいいかな。1本取ったぞ。身代わり見たから、吠えればいいと思ってんだろう。しかも、一丁前に吹き飛ばしにしやがって。ちなみに僕は、あれだね、怠惰だから、吹き飛ばし覚えさせたこと試しがないね、カバルドンに。一度たりとも。今までずっと、ホエールで通してきました。理由はめんどくさいからです。テテフー。これも上からジェット1回は叩き込めるのと、あー、これ第3打打った方がいいな。最高の火力下げときたいか。ね、ジェットも2回打ってか、3打十分速くなってるから、ダイマしてこないのは甘えでは？あ、惜しい。一発、あ、でもこれでも、返しで食らうダメージ減ってるから、オッケー。全然いい、全然いい、全然いい。壁で切る感じだろうけど、それでもラストさ、ドヒドイで、まあエース版だったらまあわかんなくはない。話は。いや、これだったら暴風もう一回打っときたかったな。で、S 版の大ジェット、強制したかったけど。まあ、放電でしっかりカプテテフ取って、ただ S バーのダイマックス考えても別にね、身軽跳ねで、だいぶネバ引っ張れるから、そんなに、まずくはないけど。相手ジェット押さないとさ、あ、S バーでね、やっぱね。だね、トゲキッスの時もね、そう思ってたんだけど、サンダーもそうで、そのなんか、先に展開した後に身軽跳ね休めで、その、要は先にダイマ切る展開になっちゃってもさ、なんかその後をさ、無理やり形にできるっていうのが強いと思うんだよね。そういうポケモン好きだね。トゲキッスもだからちょっと使ってたんだよね。シーズン8、9あたりで。あと、ハチマキアクフラスを暗黒強打受けるのもね、受かる話があって、それ使ってました、トゲキッス。あと、当時はなんか朝の日差しとマジカルフレームとかの方が開拓されてた頃で、なんか結構、そういう、変わった方っていうかまあその従来の匠プラス3ウェポンじゃないトゲキッスが結構いたからそういう意味で面白かったんだけどサンダーもなんか似た感じしてるよな。ダイジェットあるポケモンはそれが強いよね。その後に運ゲーできるポケモンが多分強いと思うんだけどサンダーだとなんだろう放電麻痺とあれなのかな静電気麻痺暴風混乱まあ、トゲキッスより運ゲーが強いかと言われるとそんなことはない気がするけど、まあ、そもそもサンダーが、トゲキッスはさ、特性とエアスラが強いだけだけど、サンダーは、サンダーが強いからね。一回目はなんか一番実りない技打ってきたね。もう一回身代わりかな。ジェットさ、ワンチャン身代わり耐えない。耐えてほしいんだけど。ジェット打ってくれ。ちょ、耐えてくんないか？一応ね、こっちそんでジェット2回、あ、じゃあジェット2回押してるから、まだ1段階ジェットの S 場より早いと思ってるけど。ああ、さすがにか。まあ、さすがにか。まあ、サイコフィールドからすのは絶対でしょ。ここまあ身代わり押せばサンダーは確実に生き残る話あるんだけど。
光の壁は一旦羽休め押す、ジェット食らう、次の攻撃で死ぬか。まあ素直にだったらサンダー殴って切った方がいいか。壁あるけど放電麻痺一回掴もうぜ。ジェットこれ羽をして裏に引く方が面白かったかな。まあ言ってもしゃあないか。それはと、弾でしょ？まあ、ドヒドから入って、これ、バンギから入った方が良かった、もしかして。バンギから入って守ったら一旦で終わってた話あるけど、まあまあまあ、言ってもしゃあない。ただ、相手 A 上がってないから、サイコフィールドだけ頑張って枯らしたいね。ここ思念とかから入ってくれるとめちゃくちゃ楽なんだけど。オッケー。でかいでかいでかい。ガチでかい。ね、これだったらバンギ捨てていいと思うんだよな。バンギ投げて、で、ドキドこっからトーチカプラス再生連打してればサイコフィールド枯れてるから、いけるね。いや、もらったと思うよ。さすがに。いいって、まあ、ここそもそも、思念打ってくるなら余裕だし。はいはいはい。まあ、俺がこの戦いよな、どんだけの期間、さあ、この、ドヒドバンギで、思念エスバ倒してきたと思ってんだ。なめんじゃねえぞ。言うてでも、半分ぐらいはちゃんとやっぱ殺されてるからね。思念エスバになすすべなく。エレキまで入れると、なんか負けてる割合の方が多そうな気がするけど、ここ守って、膝なら話は早い。オッケー。それも話が早いね。本ロムマジでもうちょいで蘇生できるから、蘇生しきります。じゃあ、お疲れ様でした。